次呢，再说一对年轻夫妇刚搬入新家，听到附近的女人传来哀怨与忏悔的诵经声，而年轻的丈夫呢，因为这诵经声而好奇的推开了邻居的大门，而同时也推开了一场血脉喷张的复仇计划。接下来，我们就一起到宣清堂这场复仇的变态计划的故事吧。この豚。頑張ってね、お兄ちゃん。思いついたぞ、七瀬。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。俺はお前に復讐してやるぞ。こんにちは。あいつら兄弟なんかじゃないよ。人の顔色ばっかり伺っておどおどしてイラつくだろう。なんでそんな女と一緒に暮らすの。他人に説明する義務はない。なんで逃げようと思わないの。私のこと憎んでる限りお兄ちゃんは私と一緒にいてくれるから。すごい復讐をお前にしてやるぞ。はい。覗き趣味もあるんだったね、天井裏から。番長さん、あずさちゃんの旦那さんなのに。もうその辺はさ、積極的に麻痺してくんの。男と覗かせる女と、なんやかんやで巻き込まれた夫婦の悲しくもおかしい、ある意味ラブファンタジー。お兄ちゃん、乱暴と待機。